皆さんこんにちは、シーローです。毎週恒例紹介名から週刊報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。シーローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またメンス会員です。メンサやプライベートに関してもノートでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、フジイロの今後の投資について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマです。今週も下落、週間騰落率はマイナス 3.8% です。次の銘柄はアーバスバイオファーマです。今週は下落、週間騰落率はマイナス 4.3% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマー2週連続の下落、11月6日に決算発表予定です。アーバスバイオファーマー4週分の下落、11月6日に決算発表が予定されました。個別株の推移を確認します。今週小型株は金利上昇により下落した1週間でした。来週以降も金利環境に注目しています。今後の投資略についてお話します。週間騰落率 S&P 約マイナス 0.96%、 ナスダックプラス 0.16% でした。今週は決算発表で揺れた1週間でした。今週最も注目されたテスラ決算は利益率が予想を上回り、木曜日に 22% 上昇しました。半導体銘柄は比較的堅調に推移し、小売業は弱い結果でした。経済指標は好調で、PMI は上振れし、新規失業保険申請件数は減少しました。経済指標と小売業決算で内容が乖離する中で、来月の経済指標に注目しています。最後にシーローの来週の投資チャンスは AI を求人です。来週は配月決算、ISM、雇用統計などに注目しています。随時配信で景況感変化などを発信していますので、合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ノート、X も毎日相場について更新してんでフォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。